はい、今回の、カマンガン参加で福井大学医学部2011年の問題を説明します。化合物 A を酸性でカマンガン酸カリウムに酸化すると酢酸とアセトンが生じたと。で、化合物 A の物質名と構造式を答えると。まずこれがですね、あの酸性カマンガン酸カリウムで反応させるとあれですね、半反応式から聞くと H プラスが出てきますので、必ず酸性にしないといけないですね。で、酢酸とアセトンが生じた、なんかこれややこしいですよね。これあのオゾン分解と同じような形になるんですかね。こう R1 よくこれこう書いたら RRR と書いたら、これは R1 こっちでしょうか、1234って書いたら、オゾン分解でカマンガン酸カリウムで分解したら、こう CO ダブルボンドが、全部 CO になるんですね。R3、これ R2、R3 としたら、こんな感じになるな。で、酢酸とアセトンが生じたということは、まあ、CH3 の CO の CH3、これはアセトンだな。で、酢酸が生じたというのは、ここ CO で、ここがまあ H やな。こんな形ですよね。でこれがさらに酸化されて、酢酸が生じたという形なんで、元の形は CH3 の C のこんな形だな。 CH3 こっちが H で、こっちが CH3 か。これナンバリングしていくと1234な、メタン、エタン、プロパン、ブタンやな。で、2ブテンなんですよね。2ブテン。で、この2番の位置にメチルがついてるので、2メチル、2ブテンを、カマンガン酸カリウムで酸化すると、こういうアセトンができて、まずアセトンアルデヒド、さらに酸化されて、酢酸ができるということになります。物質名はこれな。で、コールスコですね。酢酸水溶液50立方センチメートルと酢酸ナトリウム水液50立方センチメートルを混ぜたら水素イオン濃度と pH を求めなさいと。で、酢酸の電離性質は 2.7×10 のマイナス50にすると。で、これは酢酸の電離性質 Ka というのは、これは CH3COOH と CH3COO- と H プラスで、で、これできたものはこれだけと上に書くな。これだけと上で未出発物質ね、反応を繰り返した後で、この濃度混ぜたのは、まあ、50と50また100立方になるんだけど、これは CH3COH の濃度と、これは50混ぜるからこれが H だな。ね、で、こっちがこっちの CH0.1mol/L になるんで、これ消えるな。これが消えるんですよね。だから、KA は、H プラスの濃度なんですね。これが 2.7×10 のマイナス膨張ということなんで、この水素イオン濃度はこれだ。で、pH はこれ、マイナス6の 2.27×10 のマイナス24歳だな。6のマイナス6、27で、これは3の3乗やから、6マイナス3倍の、かける0.48 ですよね。6、3で 0.48 とするとこうなんですよね。4.56 です。はい、以上です。